私の名前はなるみ。戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。ママ友にもグループってあるでしょ。私は絶対に関わらないグループがあるの。それが達子さんって人がいるグループ。まるで中学生や高校生みたいにカーストがどうのって言っててめんどくさい。だから私は絶対に関わらないようにしてたんだけど。ちょっと今どこにいるの？12時からの食事会なのになんで遅れてきてるのかしら。さっきも連絡したけどちょっと休養が。あなた時間の管理もできないのね。はい。休養がとか言われても困るのよこっちは。あなたのためにみんなの時間を無駄にしてること気づいている？子供が怪我をして急遽様子を見に公園にいたの。だから先に食事を始めてて大丈夫って LINE したと思うけど。あなたね、もっと先を見て行動できないわけ？社会人にもなって恥ずかしい。先を見て行動って何を言ってんの？いるわよね、あなたみたいに大雨とかで会社に遅れてくるやつ。大雨だったら遅延を見越して出勤してこいっつうの。あなただってそうよ。イレギュラーが起こるかもしれないと思って動くべき。私だってちゃんと時間に余裕を持って準備をしてた。でも家を出る10分前に子供が怪我したって連絡が来て。言い訳しないで、あなたが遅刻したことには変わりない。先に食事を始めててって言ったよね。でも今回は学校の話し合いのためのお食事会でしょ。あなたが来ないと話が進まないの。話は後で聞くから。仲のいいママ友が初期をやってくれてるし。そういうことじゃなくて、みんなの意見を聞いて決めないといけないことです。それなのにあなたと来たら反省するわけでもなく、まったく。とりあえず大事には至らなかったみたいだからすぐに向かう。遅刻って言っても30分程度だと思う。程度って言ったの？私の時間を30分も奪っておいてなんてこと言うのかしら。あなたみたいな非常識な人大嫌いです。あなたに好かれなくてもいいけど。そういう問題じゃないんです。あなたの非常識な行動についてこの後話し合いましょう。遅刻したことはちゃんとみんなにも謝るつもり。それだけで済んだら警察はいらないの。警察ってことが大きくなったな。とりあえずこっちに来たら土下座して。嫌だ。反省してるんだったら土下座ぐらいしてもいいじゃない。あなたが反省してるっていうところを私にちゃんと見せてくれればいいの。遅刻して土下座って、もしかして自分のことを偉い人だと思ってるの？あなたはね、全く偉くないの。大手に勤めててもママ友の一人なの。お金持ちだからって調子に乗るのはやめてちょうだい。調子に乗ってないし、そういうことじゃなくて、遅刻してくるから謝罪をする、それだけじゃダメなの？まあ非常識な人ね。あなたみたいな非常識な人見たことないわ。学校の話し合いが終わった後はあなたのことについてみんなで話し合いましょう。めんどくさいな。そういう態度を皆さんに報告させていただきますから。ボスママの私を怒らせたら怖いのよ。ボスママとかそういうのいらないんだよ。はい。さっきあなたが自分の口で言ったんじゃない。私たちはママ友の一人だって。そうだけど、それが何？私たちママ友に上も下もない、みんな対等なの。それなのに猿山の大将を気取ってボスだなんて。あなた私のことを甘く見てるみたいね。あなた恥かくことになるわよ。私を怒らせたら怖いってことを教えてあげる。何をするつもり？みんなにあなたのことを報告させていただきます。それからあなたのことを無視します。そして今後食事会や旅行には誘いません。あなたたちのグループと出かけることなんてほとんどないけど。そういう問題じゃないの。みんなに共有するの。もしそれを破る人がいたら、私たちグループで徹底的にその人も締めます。なるみさんは一人孤立して反省することになるでしょうね。今回の場合の反省って何のことを言ってるわけ？時間を守れなかったことを反省するの？今後遅刻しないようにどうするかを考えるのよ。それは私の寝坊が原因だったり、持ち物を忘れたとかだったらわかるんだけど、今回の場合は子供が怪我をしたことによるイレギュラーでしょ。だから子供が怪我してもいいような時間に家を出ればいいの。そんなこと言ったって家を出る10分前だったんだよ。口答えしないでちょうだい。みんなに言いますから、あなたとは縁を切るようにと。反省し終わって私に頭を下げる気になったら言ってきなさい。もちろん手ぶらで来ないでしょうね。金額の指定はしませんけど、ちゃんと何かしら持ってこないと非常識ですよ。結局はお金ってことね。そういうわけじゃないけど、お金でどれぐらいの誠意を持っているか測ることができます。
さっきから敬語混じりで話してくるところが余計うざいな。なんてこと言うの？やっぱりあなた非常識だわ。みんなに今から報告します。あなたのことをみんな無視するようになるわよ。子供の怪我が原因で遅刻なんて恥ずかしいのよ。ボスママの私を怒らせたことを後悔しなさい。私の娘を怪我させたのあんたの息子なんだけど。え？あなたの息子のせいで私の娘は怪我をしたの。そのことについてもちゃんとみんなに共有しといてくれる？あ、それと今後どうしていくか反省点も述べてくれるとありがたい。私の息子が怪我をさせたってどういうこと？あなたの息子さん、私の娘と一緒に公園で遊んでいたみたい。ジャングルジムに登って遊んでいた娘の足を引っ張って落としたんだって。幸いかすり傷程度で済んだけど。私の息子がそんなことするはずない。周りには他の人もいて、動画を撮ってる人もいた。たまたま習い事で知り合いの人がいて、その人から連絡が来たの。動画付きでね。そんなの知らないし。息子が悪いんじゃなくて、あなたの娘が挑発したとかじゃないの？娘はそんなことしないから。動画には音声もちゃんと残ってるし、あなたの息子さんがふざけて娘の足を何度も引っ張ろうとしてる映像が残ってる。そんなこと言われたって私知らない。どうやったら次同じような事故が起こらないか反省するんじゃないの？そういえば遅刻しただけで土下座だったよね。じゃあ子供に怪我をさせた場合はどうなるの？頭めり込ませて土下座してくれないと割に合わないんだけど。そんなの知らないから。とにかく今日の議題はなるみさんの遅刻についてだから。それだけで終わるわけないでしょ。なんでグループ LINE に動画を送ったの？遅刻の原因は今回の怪我ですってわかるようにね。なんで勝手なことするのよ。なんでじゃないわ。あんた気づいてる？何よ。私の娘に怪我をさせたのに一言も反省をせず謝罪が今までないってこと。それは悪いことをしたらごめんなさい、普通のことだと思う。娘は怪我も軽いし気にしてないって言ってるけど。じゃあいいじゃない、本人が気にしてないんだから。そういう問題じゃないでしょ。子供に怪我をさせて怖い思いをさせておいて。そんなの知らないし、遅刻してきたなるみさんのことみんなに言っときます。そうすればなるみさんは孤立すること間違いなし。ボスママの私の人脈を舐めないでね。あんたの言うことなんて誰も聞かないから。え？残念だったね。誰もあんたの言うことなんか聞かないよ。なんでみんな言うこと聞かないの？みんなどこに行くの？私と一緒に話し合いをするの。何の？学校の話し合いは後日ってことになって、今からみんなであなたのことについて話し合い。私の何を話すの？何よ。今まであなたに虐げられていた人たちの意見を聞く。もう誰もあなたの言うことを聞かない。もちろんグループのみんなも。あなたたち私に恩があるのを忘れたの？一人ぼっちなところを助けてやったり、お金を貸してあげたのに。そうやって弱みのある人につけ込んで逆らえないようにして、独裁政治をしようとするやつなんてママ友じゃない。もう誰もあなたの言うことは聞かないから。ちょっと戻ってきなさい。私を置いてどこに行くの？今すぐ帰ってくれば許してあげるから。ねえ、戻ってきなさいよ。あ、ちなみに謝るどころか、私の娘が挑発したせいだろとまで言ったこと、私は絶対に許さないから。地獄で後悔するんだね。うるさーい。ゆりとひまわりとたつこのライン。戻ってきなさいよ。わざわざ個別でラインするなんて必死ですね。私たちはなるみさんと仲がいいんですから、絶対に戻らないと分かりそうなものなのに。いいから戻ってきて。なるみさんに迷惑をかけ、なるみさんのお子さんに危害を加えたあなたの言うことを聞くわけないでしょう。あ、それか今すぐ会いに行きますね。そうよ、帰ってきなさい。何を勘違いしているんですか？あなたを助けるために戻るのではありません。あなたの顔面をぐちゃぐちゃにするために戻るのです。そうそう、いい子だから戻ってきて。え？ゆりはなるみさんのことが大好きで、なるみさんに関わった人のことは調べ尽くしてます。24時間365日監視が当たり前で、過去も調べ上げてるんですよ。それぐらいなるみさんのことが大好きなゆりを怒らせたら後はありません。仲いいのはよく分かったから戻ってきなさい。ボスママの私の言うことを聞かないの？後で痛い目に遭うわよ。笑わせないでください。な、ボスママだなんだと言っていますが、あなたの後ろには誰もいません。あなたの命令通りに動く人なんて一人もいないのに、何を言っているのでしょうか？そんなことないし、私友達多いから、ママ友以外にも。それで言えば私も友達多いですよ。困ったことがあったらすぐに行ってって言ってくれるおじいちゃんがいるんです。じじいに何ができるのよ。会ってみたいわ、そんなおじさん。
ダメですよ。こんなくだらないことにあの方を呼んでは。あの方？でも困ったことがあったらいつでも呼んでくれ、力になるって言ってたよ。あの人はヤーさんのトップですよ。組のトップを2人も3人も呼んで戦争でも始めるつもりですか？そんなことないよ。多分軽く注意してくれるだけだと思う。すごく優しいからね、みんな。組？トップ？ひまわりは無駄に顔が広いので怖いお友達がいるんですよ。ちょ、誤解されるような言い方しないで。やばいのはユリの方じゃん。まだやばいの？裏の施設を経営したり、よくわかんない植物とか生き物を育てたり、顔の広さで言えばユリの方が絶対に広い。そんなことないと思うんですがね。なんかどっちもやばい気がしてきたから、あんたたちとは関わらない。他のママ友呼びつけよう。はい。なるみさんに迷惑をかけたのにこれで終わるわけないでしょ。ひい、私の周りから人がいなくなっただけで十分終わってんのに。それだけではすみません。なるみさんのお子さんが怪我をするところだったんですから。でも結局怪我してないんでしょ。軽いすり傷だけだったって。ユリが助けたんでしょ。は？なるみさんやなるみさんの周りを守るのは当然のことなので、なるみさんのお子さんも当然守っています。今回は助けが間に合ったので落ちることはなく、擦り傷はその前にこけてできたものです。なら私の子供は何も悪くないじゃない。あの嘘つき女、足を引っ張って落としたことは事実ですから。ユリが助けてなかったら今頃骨折とかしてたかもしれないんですよ。カモとかそんなタラレバの話されても困る。なるみさんが嘘つきな非常識女だってみんなに教えてあげないと。これ以上調子に乗るなよ。ただでさえなるみさんのお子さんに手を出し、なるみさんを陥れようとしたことを怒っているのに、これ以上調子に乗った発言をされると。だいたい今まで私に手を出してなかったくせに今頃何なの。あなたがなるみさんに直接危害を加えたからですよ。ユリはあなたのグループの人も助けようとしてたんですよ。私がいくら言っても聞きませんでしたが、今回の動画とあなたの態度を見て目が覚めたのでしょう。次、自分の息子や娘が怪我させられたらたまったもんじゃありませんから。クソクソクソが、絶対に許さないんだからあんたたち。それはこっちのセリフだと言ったはずです。これでも怒りを我慢して冷静に話し合っているのですから。えらいぞユリ、えらいえらい、よしよししてあげる。ベロベロチュー。ちょっとくっつかないでください、気持ち悪い。チュー。これ以上近づいたら本気でぶちますよ。おお、怖い。せっかく怒ってるユリを落ち着かせようと思ったのに。逆効果です。そんな、絶対に絶対に許さない、絶対に。次は覚えてなさい。あなたに次なんてありません。は？あなたはボスママだと自分のことを言っていましたので。そうですね、闇の施設にいるお猿さんと一緒に生活してもらいます。お猿さん？いいな、お猿さん可愛いから私も生活したい。なんで私がそんな施設に入らないといけないのよ。あなたは自分のことをボスママだと言っていたので、お猿さんと生活をしてボスになってください。意味わかんない。その施設にいるお猿さんたちは特殊なお猿さんで、体長が5メートル、牙が鋭く、絵は血走り、筋力もモリモリで、足もすごく速いです。それは本当に猿なの？縄張り意識が強く、ボスの言うことしか聞きません。あなたがそのボスに勝てば生きることができますが、負ければ。ごくり、負ければ。前の人は顔を引き裂かれ、あちこちを食い破られていましたね。悲鳴がずっと聞こえていたらしいので、その後ももてあそんでいるのでしょうね。なんでそんな。動物ってたまに残虐なことをしたりするみたいですもんね。大丈夫ですよ、ボスママなんだから勝てますよ、きっと。そうでしょ、お山の大将の達子さん。いやいや、施設行きは嫌。ウッキーウッキー。その後、達子さんはレストランで一人ほうけていたらしいよ。お店の人から声をかけられてやっと出て行ったんだって。結局彼女のところに残ったママ友はゼロだから、私が仲間外れにされることもなかったし、彼女のグループも事実上の解散。弱みを握られたり、お金を貸してもらったりって、逆らえない人たちばかりみたいで、今回私の子供が怪我をさせられたって聞いてみんな考え直したみたい。
もちろんお金も返金したとか、いくら自分の身が可愛いからといって子供に怪我をさせるような人と友達はやっていけないよね。賢明な判断ができる人たちでよかったよ。娘の擦り傷はその前にこけたもので、足を引っ張られて落ちて怪我をしたっていうのはちょっとした嘘になっちゃったけど、嘘も方便って言うしね。娘が落ちたって聞いた時は心配してすぐに公園に行ったけど、遅刻したことを後悔してはない。達子さんは結局ボスに気に入ってもらえなかったみたい。何でも顔を食いちぎられ耳を取られ蝶で遊ばれているだのうんぬんかんぬん。彼女の悲鳴は一週間以上続いてるらしいよ。あー怖い。私の名前は水木。医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋、そして保護猫カフェからやってきた猫のニャニャマルと暮らしている平凡な第二子妊娠中の兼業主婦だよ。私は若い頃から旅行が趣味だったんだけど、今は妊娠中だからね、基本的に旅行には行かないようにしているんだ。落ち着いたらまた旅行に行きたいね。そうそう、旅行といえば、普通に交流のあったママ友が初めて海外旅行に行ったんだけどさ、そこからはっちゃけちゃった出来事があったんだよね。2年前。ハロー、ニーハオ、アニョハセヨー。花子さん、すごいご機嫌。海外旅行満喫できたんだね。もう海外って最高よ。でもね、一度海外に行っちゃうとね、やっぱり、そうよね。何かあったの？向こうの男性って長身だし、イケメンばっかりだし。そう考えてみるとさ、私たち日本女性って損してない？絶対に損だと思うのよ。損？海の向こうにあんな素敵な男性たちがいるのにさ、こんなしょぼくれた男たちと結婚してやらなきゃいけないなんて。ああ、なんで私こんな最低な男と結婚したのかな。外国人男性をいっぱい見た後に夫の顔を見るとげんなりだわ。いやいや、花子さん、それはおかしいでしょ。ちょっと待ちなよ。初めての海外旅行で外国人男性がよく見えたのはわかるけどさ。だからといって、なんで旦那さんが最低ってことになるの？まさかそれ、旦那さんに言ったりしてないよね。水木さんは鋭いな。いや、実は言っちゃったんだよね。そうしたらめっちゃ怒っちゃってさ、離婚とか言うの。ありえないでしょ？外国人だったら心も広いはずなのにさ。いやいやいや、どうしちゃったの？数時間前、花子と夫、翔一の LINE。ねえ、今日何時に帰ってくるの？今日は多分19時くらいになるかな。もしできれば、おかずは肉じゃがとかがいいな。海外旅行も楽しかったんだけど、やっぱり和食が恋しくて。あ、でも花子まだ疲れが取れてないんじゃないか？俺、牛丼かなんか買っていこうか？牛丼って。あれ、花子牛丼好きだっただろ？それとも親子丼とかにする？まあ別に何でもいいけど。これだから日本の男は最低なのよ。外国人の方がはるかに上。あなたと離婚して年収1億くらいの外国人と再婚したいわ。じゃあ離婚で。え？え？だって花子離婚したいんでしょ？そうだけど、これだから日本の男は。外国人だったらここで妻を抱きしめるところでしょ？ああ、もう本当に使えない。わからないの？離婚したいの？したくないの？どっちなの？ああ、もういいわよ。あんたみたいな日本の男もういらないから。離婚よ離婚。子供はそっちが引き取ってよね。私は再婚してハーフの可愛い子を産むんだから。色素薄めで色白な超可愛いハーフちゃんを産んじゃおう。韓国人と結婚して細長の目がキリッとしてる子もいいわね。じゃあ、花子は娘と俺を捨てるってことでいいんだね。はいはい、ポイするわよ。というか、日本人ってだから嫌なのよね。ちょっと重く考えすぎじゃない？ふん。これがだいたい2年くらい前の話だったかな。花子さん、前からちょっと世間知らずなところはあったんだけど、海外旅行でそれが大爆発しちゃったんだよね。ちなみに、旦那さんはすごく優しい人なんだけど、旅行から帰ってきてずーっとネチネチ言われていて、この時はもうブチギレ状態だったみたい。何よりお子さんの前で旦那さんのことを下げるような発言を繰り返していて、それが一番許せなかったって言ってたっけ。すぐにお子さんを別室に連れて行くにしても、同じ家にいたら限度があるもんね。まあ、
勢いで離婚したっていう部分もあるとは思うけど、こうして花子さんは離婚し、一人で家を出て行ったんだ。元旦那さんの翔一さんとお子さんは前の家に住み続けているし、うちの娘とも仲良しだからさ、よく一緒に遊んだりしているよ。そして、この花子さんから2年ぶりに連絡が来たんだけど。水木さんお願い、力を貸して。え、花子さん、うわ、めっちゃ久しぶりだね。離婚した後から連絡取れなくなってたけど、どうしてたの？私のキムくんが大変なのよ。キムくん？何それ、 K-POP とかのアイドル？いや、私の彼氏なの。へえ、花子さん本当に外国人の彼氏を作ったんだ。そうなの、彼韓国人なんだけど今アメリカに住んでるの。でもね、今アメリカってすごい物価高いじゃない？家賃も30万円だったのに一気に100万円に上がったんだって。こんなのひどすぎると思わない？はあ。それなのにお給料も下がっちゃって、このままじゃ生きていけないって。私のために日本に来ようと頑張ってるのに、貯金どころか生きていけないって泣いてるのよ。これはもう彼女として助けてあげるしかないじゃない。ちなみにその人とはちゃんと会ったことがあるの？というか、どこで知り合ったの？それがね、インターネットで知り合ったの。私の写真を見て一目惚れしたんですって。え、花子さんネットに写真なんか載せてたの？危ないよそれ。でもそのおかげで彼と出会えたのよ。彼ね、25歳の超イケメンでね、向こうの有名大学出てんのよ。で、私たち結婚するの？あのさ、ネット恋愛も今時珍しくないのは分かってるよ。でもそれ、国際ロマンス詐欺ってやつなんじゃないの？そうね、私たちの中はまさにロマンスね。私、彼のためならどんなことだって我慢できる。なんか今すごく嫌な予感がしたんだけど、まさかだけど、我慢って何を我慢してるの？私ね、今ボロいアパートでパートしながら頑張ってるの。ここ最近もやししか食べてないのよ。でも彼が私たちの将来のために頑張ってくれてるんだもの。まさかだけど、お金送ったりしてないよね？送ってるけど。だって将来は夫婦になるんだよ。いや、もうそれどう考えても詐欺じゃん。水木さん嫉妬？まあそうだよね。ごめんね、外国人と結婚しちゃって。いや、まだ結婚してないでしょ。でも私の結婚はすでに決まったことなの。なんだけど、お金もないし、最近彼とは連絡取れないし、きっと私のためお金を稼ぐのに必死なんだと思うのよ。だからね、水木さん、ちょっと援助して。言っておくけど、私は1円も出さないからね。嫉妬する気持ちはわかるの。でも私の幸せのために。幸せじゃなくて詐欺でしょそれ。だから詐欺じゃないの。無理無理、詐欺に関わりたくないから連絡してこないでね。なんで、なんでみんな分かってくれないのよ。いや、もう本当にさ、こういう詐欺って結構あるあるみたいだね。最近は手口なんかもかなり巧妙になってきててさ、数ヶ月メッセージのやり取りをしたりすることもあるんだって。いくらインターネットで知り合った人とはいえ、それだけ長い間連絡のやり取りをしていたら情が出ちゃうのもわからなくはないけど、まあこの場合は詐欺だろうね。そして頭の中満開状態の花子さんは、なんと元旦那さんにも援助を求めたんだ。どういう神経してんだよ。はあ。ね、わかるでしょ？あなたが一番私の気持ちわかるよね。私本気なの、彼と結婚するの。だから援助しろって？そう、あなただってまだ私のこと好きな気持ちあるでしょ？だから辛いとは思うんだけど、好きな人の幸せを願うっていうのもいいと思うのよ。あのさ、俺もう再婚してるんだよね。何それ、ありえない。娘は？娘もすっかり懐いてママママって言ってるよ。週に2日くらいかな、ママと2人で寝てるくらい。そんなのおかしい、私の娘なのに。俺と娘を捨てるってことでいいのかって俺は確認したはずだよ。でもそんなのおかしい。まあそういうことだから援助はしないよ。再婚してるのに元妻に援助なんておかしいしね。それにはっきり言ってもう花子とは関わりたくないし。なんで私幸せになりたいのに。私たち元夫婦でしょ。
そりゃ俺たちは恋愛結婚だったし、それなりにうまくもいってた。でもさ、もうあの時のはっちゃけ具合、100年の恋も冷めたって感じで、そんな人にはもう関わりたくないんだよ。それにおかげで今はいい人と再婚できたしな。外国人？は？どうせあんたも外国人が相手なんでしょ。何言ってるんだよ。彼女はまさに大和なでしこって感じの日本人女性だよ。家事も料理もすごく上手だし、俺に敬語を使ってくれるんだ。そういう女性像にずっと憧れてたんだってさ。どうせそいつだっていつか本性が出るから。それが俺と地元が同じなんだよ、嫁さん。だから昔からそういうのが好きだって知ってたんだ。やっぱり地元が一緒っていいな。何それ。今日も俺の大好きな肉じゃが作ってくれるって言ってた。ああそうだよね、日本の男は肉じゃが好きだもんね。そんなので男の気を引こうなんて浅ましいのよ。いや俺が作ってほしいって頼んだんだけど、そうしたら帰りにケーキを買ってきてほしいってさ。夫がケーキの箱を持って帰ってくるの憧れてたんだって。それがめちゃくちゃ可愛いからさ、俺よくケーキとか花とか買って帰るんだ。花も長持ちさせてくれるし、最後は押し花にしてくれる。嫁さんと娘が俺の買ってきた花で押し花を作って、そのしおりを俺にくれるんだよ。こんな幸せ他にはないね。何よそれ。これだから日本人は。そう、俺は日本人で今日本に暮らせてめちゃくちゃ幸せ。でも花子は違うんだろ。俺たちはもう離婚してるんだから好きに生きればいい。あ、そうそう。何？花子が送ってきた彼氏とやらの写真だけど、あれネットで詐欺師の画像だって紹介されてるぞ。そんなのありえない。いやー、私は外国人と結婚するのよ。その後、まあ想像通りで、花子さんは国際ロマンス詐欺ってやつの被害者になったよ。お金もすっからかん。だけど何よりも騙されていたという事実が何よりショックだったみたいだね。そして将来のために婚活を始めたんだけど、そもそも外国人どころか日本人の男ともうまくいかないわけで、一度元旦那さんたちが暮らす家に見に来たみたいだけど、そこでついには心が折れちゃったみたいだよ。そりゃそうだろうな。姿勢のいい美人の源妻さんと可愛い髪型の娘さんが二人でお庭の手入れをしてるんだもの。これがまた小説の挿絵になりそうなくらい素敵なんだよ。で、泣きながら去っていったというわけ。日本にも外国にもそれぞれいいところがあるんだから、どっちがいいとか決める必要なんてなかったのにね。さて、新しい爪研ぎが届いたけど、にゃにゃまるどう？はあ、やっぱりまた椅子の背で爪研ぎしてる。これって猫あるあるなのかな。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。